当たった瞬間って実は自分にも強い力が跳ね返ってきてるんですよ。でその跳ね返ってくる力に負けちゃうと当たり負けっていう現象が起こるんです、はい、ボールに力をちゃんと伝えきれてないってことですよね、はい、だからボールスピードが出にくくなるってことです、はい、でスイートスポットに当たってるのに、はい、なんでボールスピード出ないんだろうって感じた人多いと思うんですよ、はい、要はミート率が低いってことですよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長の P です。しおりです。はい、ということで、はい、今日も還暦女子でも300ヤードプロジェクトを、ね、はい、張り切ってやっていきましょう、はい、でこのシリーズはですね、はい、今年還暦になられた石森さんの飛距離を伸ばしていこうという企画なんですけれども、はい、石森さんね、はい、最初私の元にやってきた時はヘッドスピード、はい、まあ、マックスで33、4ぐらい、はい、ね、で32から33ぐらいかなみたいなね、はい、そんなところからスタートしたんですけれども、はい、今はヘッドスピード素振りで46台ですかね、はい、で球打ってもう44以上が出てますよね、はい、まあ、そんな感じにですね、はい、伸びてきているというところでございます、はい、でシリーズになっているので、はい、これがもうすでに十何回かになっていると思いますので、でね、はい、前の方のね動画も、はい、タイトルのところに第何回みたいに入ってますので、はい、検索していただいて、ね、見ていただけたらと思います、はいはい、ということで、はい、今日の練習テーマなんですけれども、はい、ズバリ当たり負けです。当たり負け、はい、当たり負けってね、まあ、石森さんはね、はい、もうよく知ってることなんですけど、はいはい、視聴者の皆さんもね、なんとなく言葉は聞いたことあるかなと思うんですけど、はい、まあ、どういう現象か、はい、マンブリゴルフ部的な定義としてはですね、はい、インパクト当たった瞬間って実は、まあ、強い衝撃をボールに対して加えてるんですけれども、はい、それと同時に自分にも強い力が跳ね返ってきてるんですよ。でその跳ね返ってくる力に負けちゃうと当たり負けっていう現象が起こるんです、はい、ね、例えば壁とかをね、はい、棒で思いっきりぶったたくって言ったら、うん、まあ、柔らかい壁じゃない限り、はい、もうガーンって跳ね返ってくるの分かりますよね。分かりますね。だから当然、はい、もう無意識的に身構えてるんですよ、はい、当たり負けしないように足も踏ん張るし、お腹にも力入れるし、うん、ね、手首も跳ね返されるの分かってるからグッてこうこらえるし、はい、ちゃんと当たり負けしない体勢を取ろうとしてるんです、はい、でもゴルフボールって軽いじゃないですか、はい、で振り抜けちゃいますよ ね、 そうですね。だからそういう当たり負けをしない体勢を取れてなくても振れちゃうんですよ、はい、でも実際はヘッドスピードが上がってくれば来るほど衝撃っていうのはどんどん強くなって自分にも強い力がどんどん跳ね返ってくるわけですよね。だそれに負けない体勢をきちんと取ってないと当たり負けする。で当たり負けするとじゃあどんなに悪いことが起こってしまうかというとですね、はい、まあ、例えば素振りをしている時に地面をダフったりとか、はい、練習場のゴムティーをこうかすっちゃったりとかすると、はい、後ろに置いてるユピテルの計測器でヘッドスピード遅く出たりしますよね。しますね。あれって当たった瞬間に、はい、まあ、その衝撃に負けて減速してるわけですよね。減速して、だからヘッドスピード落ちちゃってるわけですよね、はい、だからマンブリゴルフ的には素振りでヘッドスピードを上げましょう、はい、その後球打った時のスピードも同じスピードにしていきましょうってやってるわけですけど、はい、どうしても球打つと素振りほどヘッドスピードが出ないんだっていう方いらっしゃいますよね。いらっしゃいますね。その理由と
して、はい、球を打つ時には素振りにはないインパクトの衝撃っていうものがあるんですよ、うん、素振りにはないですよね、はい、でも球を打った時には衝撃っていうのがあるんです、 そうですね、そこで当たり負けするとヘッドスピードも落ちてしまうってことです、はい、これがまず一つ目ですね、はい、でもう一つは、はい、実際その当たり負けをするってことは、はい、ボールに力をちゃんと伝えきれてないってことですよね、はい、だからボールスピードが出にくくなるってことです、はい、まあこの2つをね、はい、考えていくと、うん、やっぱりいかにこう当たり負けをしない体勢を取れるかっていうのが、はい、まあ、飛距離アップにはね、はい、重要になってくるかなと、はい、いうことが分かりますよね、はい、ということで今日はその当たり負けしないインパクトを作っていく練習です。はい、はい、今日使う練習器具はこのインパクトバッグです。インパクトバッグ、マングリゴルフ部ではね、はい、もうおなじみの練習器具なんですけれども、そうですね、これを叩いていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずね、しょうまいさん、はい、叩いていきましょうか。はい、じゃあ正面から見えるように、はい、こっち向きでいきましょう。はい、あ、そう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 。で、石森さんは、はい、当たり負けの概念とかこのインパクトバッグ叩く練習っていうのを、はい、まあ、何度もね、たくさんやってきて、はい、まあ、熟知してる人、はい、なんですけど、それでも、はい、今日一発目のインパクトバッグっていうと、はい、当たりに負けるんですよ。そうですね、今やっぱりちょっと瞬間ね、こう来ました来ました、負けてる感じがありますよね、はいはい、でだんだんとやっていくと、うん、もう無意識的に体が体勢をちゃんと取れるようになってくるんで、はいはい、何回か叩いていきましょう。はい、そう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 。で2回目の方がどんな衝撃が来るかっていうのがね、はい、もう感覚的に直前でやってるから脳に入ってるんですよね、はいはい、だから全然違いますよね。そうですね、やってみるとね、はい、分かりますけどね、はい、はい、もう1回いきましょう。はい、そう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 。でこれをまあ単純にですね、はい、今みたいにバンバン叩いていくだけでも、はい、ね、当たり負けするような体勢で叩いてたら負けちゃうから、はい、あ、どういう体勢がね、うん、力入るのかっていうのが、はい、まあ、叩いていくだけでも覚えていけちゃう、はい、自分でどんどん調整していけちゃうっていうのはあるんですけど、はい、当たり負けしないためにはマングリゴルフ部的には4つのポイントがあります。ありますね、はい、でまず1つ目ですね、当たる瞬間、この、まあ、ゴルフで言えばクラブヘッドのところよりも手元が必ず前に出てないと力って入んないです、ね、これをじゃあ、まあ、今叩きましたけど、じゃあこう押し込もうと思った時に手を後ろに置いてる状態、まあ、俗に言うハンドレイトの状態でこうやって押そうとしても全く力入んないですよ。入らないですね、はい、手元が前に来てないと強くこう押し込むことってできないんです。はい、そしてポイントの2つ目、はい、この骨盤の向きになるんですよね、はい、この腰の向きですね、はい、この骨盤の向きが必ずこういうふうに左側に開いてる状態、はい、右の骨盤がこう前に出てる状態、まあ、腰が入った状態とかね、昔ながらの言い方とかで言えばね、はい、腰を入れろみたいにね、言いますけど、はい、その状態じゃないと、これやっぱり押せないんですよね。これもね、試してみてもらうと分かるんですけど、はい、まあ、インパクトバッグじゃなくても、壁とかね、柱にクラブヘッドをこう当てて押し込んでもらうと分かります。骨盤が正面向いてる状態で、こうやって押し込もうとしても、全く力入んないんです、はい、なので、はい、この2つ目のポイントですね、はい、手元が前に出てると同時に右の骨盤が前に出てる、はい、骨盤45度開いてる状態、はい、これが必要になってきます、はい、そして3つ目ですね、はい、3つ目はこの左肩、はい、左肩がこう開いてないでちゃんと閉じてる、正面を向いているっていう状態が必要になります、はい、これは言い換えるとですね、手元を低く押し込めている状態ってことなんです。左肩が早くに開いちゃうってことは、
手元がもう浮いてるんですよね、はい、手がこんな風に浮いちゃってたらやっぱりねやってもらうと分かるんですけど全然力入らないです、はい、で叩く時に手こんな風に浮いてたら、うん、もう当たった瞬間に当たり負けしちゃいます。しちゃいますね。ね、これ左手一本で振るとすごく分かりやすいんですけれども、はい、左肩がちゃんと閉じてる状態だと、はい、手元低くこうやって強く押し込めるんです、はいはい、でも左肩がね開いちゃう状態だと、はい、もう上の方を負荷するぐらいしか当たってないの分かりますよね、はい、もう手が浮いちゃってるんですよ、はい、明らかにかなり浮いてますね。力伝わらないんですよ、はいはい、で負けるんですよ、はい、よっぽど手首があの強靭な人じゃない限り強靭、はい、負けるんですよ ね、 そうですね。だから左肩がしっかり閉じて、はい、手元を低く押し込める状態が3つ目、はい、そして4つ目ですね、はい、4つ目は頭が右側後ろに残ってる状態です。これもねやってみると分かるんですけど、はい、頭がもうこの手元よりも前に出るぐらいにもう例えばこれ左側に動いちゃうと力入らないんですよ、はい、で後ろに残ってる方が強くねこう押し込めるわけですよね。でゴルフスイングっていう意味で考えた時にも、はい、頭が後ろに残ってることによって、はい、で頭とヘッドが引っ張り合いして、はい、ヘッドが走っていったりとか、はい、まあ、このシリーズではねまだ話してないですけど、はい、まあ、過去の YouTube 動画、まあ、ブリゴルフの動画では、はい、ね、何度も話してますけどアッパーに打ってくるっていうのが飛距離アップにつながるわけですよね、はい、そのアッパーに打つためにも頭はやっぱり後ろに残した方が飛びますから、はい、まあ、そういういろいろね当たり負けだけじゃなくて、はい、頭を後ろに残していくっていうことも飛距離アップに絶対つながるんですね、はい、なのでインパクトでハンドファースト状態であって、はい、骨盤が開いている状態、はい、そして左肩が開かず閉じている状態、はい、ね、手元が低く押さえられている状態ですね、はい、それでいて頭が後ろに残っている状態、これを作れると、うん、当たり負けせずに、はい、飛距離が、はい、伸びてくるわけですね、うん、ヘッドスピードもボールの、ね、衝撃に負けず、はい、落ちることないですし、ボールスピードも上がりやすくなるってことです、はい、そうです ね、 ね、ボールスピードって、はい、ヘッドスピードをとにかく上げてね、はい、スイートスポットに当てさえすればボールスピード出るだろうと思ってる人いるんですけど、はい、で実際、はい、例えばうちなんかトラックマンとかね使うと、はい、フェース面のどこに当たってるかとか分かりますしね、はい、で普通にもうシール貼ったりとか、はい、スプレーかければどこに当たってるか分かりますよね、分かりますね。でスイートスポットに当たってるのに、はい、なんでボールスピード出ないんだろうって感じた人多いと思うんですよ、はい、要はミート率が低いってことですよね。ミート率ってボールスピード割ることのヘッドスピードの割り算の数値が 1.4 とか 1.5 とか出てるわけですから、はい、ボールスピード出ない人はミート率低いわけですよね、はい、だそれはもしかしたらこの当たり負けしない体勢がちゃんと取れてないっていう可能性がありますよね、うん、はい、はい、ということで、はい、今日はねまず皆さんにこの当たり負けの概念をしっかりと知っていただきたい、はい、でそのためにはどういう風な、ね、体勢をとっていったらいいのかっていうことをお伝えしました、はい、あとはこのインパクトバットですよ、はい、これをバンバンその意識で叩いていくだけでどん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 強く叩けるようになってくるんです、はい、とは言ってもね、はい、多分これ見てるほとんどの方インパクトバック叩けないですよね。叩けないですね。これ自体はアマゾンとかで検索すれば、はい、売ってますけどね、なんか 2,3 千円で売ってるんですよ。そうですね、実際ね、はい、田舎の方に住んでる方だったらお庭とかで叩けますけど、はい、そうじゃないとね叩けないですよね。東京近郊の方とかと、ね、はい、これ叩きたいなと思ったらこのスタジオにぜひお越しください、ね、はい、石森さんと、ね、一緒に叩いてください、はいはい、お待ちしております。ということで今日は当たり負けの話でした。で、はい、次の動画でもまたねちょっとその流れから、はい、じゃあどういう風に手首を使ってたら強く叩けるのかとか、はい、そこら辺をねやっていきたいと思います。はい。